日本映画史における最初のスターは日活京都の旧劇役者尾上松之助であった。それに続いて日活では、向島新派の立花定次郎がスターのステータスを獲得した。立川文庫のポピュラリティを十分に活用した旧劇の再編によって始まった日活京都は、とりわけ忍術映画のようなジャンルによって児童の観客を獲得し、1912年から1913年にかけて誰よりも強くどんな敵をも打ち負かすスーパーヒーロー尾上松之助の人気を不動のものにした。東京の向島新派の方は映画版カチューシャのヒットによって、立花定次郎は1914年以降主に女性観客からの人気を得ていた。いずれにせよ1912年から1914年にかけて日本映画においては日活によってスターのシステムが開始されたと言って良いように思う。これに対して一足遅れて1914年に設立された天活に入社した沢村四郎五郎は、やはり同社のスターのシステムに組み込まれたという意味では東京の映画会社が制作する旧劇映画のスターになった。その前世紀1916年から1919年頃には西の松之助、東の四郎五郎と歌われたほど旧劇映画スターとしての人気を二分したが、この二人の旧劇スターの間には本質的な差異があり、アルカイックな時代の日本映画における旧劇の二大スターというように単純に割り切れないところがあるように思う。ここでは沢村四郎五郎に焦点を絞ってそのスター性の特徴を際立たせていきたい。沢村四郎五郎の生年月日には異なる2つの記述がある。現在一般的に書かれているのは明治10年1877年9月15日というもの。一説としては岡村志邦の書いた活動写真名鑑前編大正12年巻に記されている10月15日という日付である。ここには1ヶ月の違いがある。いずれにせよ生年が明治10年であることに変わりはない。彼の父親は浅草の猿若町にあった中村座の表頭であったというから、根っからの歌舞伎の世界に生まれ育ったと言えよう。だが父親は彼を歌舞伎の世界に引き入れるつもりはなかったようで、将来は医師にすべく彼を田村塾に入れた。この塾は田村直臣が設立したキリスト教青年塾であり、英語の学習に力を入れていた。もっとも環境がそうさせたのだろうが、彼は歌舞伎の舞台にも幼少期から立っており、父親の縁もあって高砂や中村福助、これは後の二代目中村梅玉の門弟としてすでに9歳にして日蓮期の稚児の役を務めている。この頃彼は中村福治と名乗っていた。その後彼はこの中村座で團十郎菊五郎の舞台に出演するという幸運を得た。團菊が一ノ谷二葉軍記をこの劇場で上演したが、須磨の浦の合戦の場面で團十郎の遠見を演じていた子役が中日途中で病気になり降板するということがあった。この遠見の役代役に抜擢されたのが中村福治、すなわち子役時代の四郎五郎であった。これ以降女方として中村福助の下で修行を続け、福助が二代目中村梅玉を襲名したのを機に師匠とともに関西に移り、中村鷹之助の名前で京都と大阪の舞台に立った。彼もすでに14歳になっていた。1年数ヶ月間関西の舞台に立った後東京に戻った彼は1901年7月7代目沢村俊の門下となり、沢村国之助の名前で7代目沢村宗十郎とともに舞台に立った。1911年帝国劇場ができると宗十郎とともに帝劇の専属になった。帝劇でも引き続き沢村国之助を名乗った。このようにして沢村四郎五郎は江戸歌舞伎の伝統のもとに修行を重ね、幼少時には團十郎菊五郎と同じ舞台に立ち、また猛遊のあだ名で一世を風靡した7代目沢村俊の門下生になるなど江戸歌舞伎の本流を進んでいた。大正3年1914年11月に天活は浅草の大正館で封切られる旧劇映画のユニットとして、日活京都派の尾上松之助に対抗しうる旧劇役者として帝劇から彼を招き入れる。映画への出演を快く思わない俳優組合に気を遣い、彼は映画への出演を大々的に宣伝することはなかった。したがって天活に出演し始めてから約1年半の間は彼はまだ沢村国之助を名乗り、あまり目立たないように映画に出演していた。
現在でもフィルムが残っている五郎正宗孔子伝や天竺徳弁において彼は実際上沢村四郎五郎の名前ではなく沢村国之助の名前で出演していた。国之助が歌舞伎界の名跡五代目沢村四郎五郎を名乗り始めるのは1916年6月頃からで、これ以降市川円十郎とともに天かす東京派を沢村四郎五郎として支えることになる。ここに新たな歌舞伎役者沢村四郎五郎が誕生した。この歌舞伎役者は劇場の舞台ではなく映画の舞台を仕事の場所とした。まだ天かすができる以前、沢村国之助として帝劇の専属俳優であった頃、目黒の吉沢商店に誘われて彼は切られ与三郎4幕目の原野棚の映画撮影をしたことがある。いわばこれが彼の映画デビュー作となった。以降帝劇に出演する傍ら吉沢商店の旧劇映画に時々出演する機会を持ったので、映画は彼にとって全く新しい世界ではなかった。映画と舞台は彼にとって特段の違いがなかったのかもしれない。天かすができ帝劇の舞台と映画撮影の掛け持ちをするようになり、そして帝劇を去り本格的に天かすで映画の演技に専心することにした彼が五代目の沢村四郎五郎を襲名したのだから、私たちとしてはここに沢村四郎五郎という俳優を通して歌舞伎と映画、旧劇映画の連続性を把握しておきたい。これはこの俳優の特質にもつながってくるだろう。天かすは天然色活動写真株式会社の略称である。映画会社の副報道は1912年企業合同によって日活となる直前にイギリスのチャールズ・アーバンからキネマカラーの権利を買い取った。キネマカラーは1906年にジョージ・アルバート・スミスによって発明された色彩映画のプロセスであり、チャールズ・アーバンは1909年にナチュラルカラー・キネマトグラフ・カンパニーという会社を立ち上げた。副報道がロンドンでアーバンからキネマカラーの権利を取得したのが1912年という比較的遅い時期だったことは十分理解できる。キネマカラーが実際に日本で使用できるようになった時期にはすでに日活が成立しており、そもそも副報道という会社自体消滅していた。旧副報道にいた小林喜三郎と山川吉太郎が中心となってキネマカラーによる映画制作を行う会社天然色活動写真株式会社は1914年3月に設立された。この会社の名称はアーバンのナチュラルカラーキネマトグラフカンパニーを日本語に置き換えたにほぼ等しい。キネマカラーはそれぞれ赤と緑のフィルターをかけた同一の映画フレームを交互に出すことで色彩を作るため、通常の映画の2倍のフィルムが使用される。したがって映写機の回転速度も通常の回転の2倍の速度になる。1914年の夏から欧州大戦が始まると生フィルムの値段が高騰し、2倍の長さのフィルムを費やすキネマカラーの制作は天かすにとっては負担になった。天かすの制作ユニットとしてはまず関西は山川の本拠地、本拠地大阪の鶴橋にスタジオを置き、千日前の楽天地という劇場で演じられる連射劇用の映画を撮影し、さらにその連射劇用フィルムを増補した丸物の新派映画を仕上げるという制作方法が取られた。一方大阪ユニットは日暮里にスタジオを置き旧劇映画を撮影した。キネマカラー作品の撮影はカメラマンの玉井昇によって行われ、すべて東京のユニットによって実施された。いずれにせよ映画制作のコストが単純に見ても2倍かかり、キネマカラー用の映写機を設置した特定の劇場でしか上映できないキネマカラー作品は天かすにとってはすぐに大きな負担となった。日暮里の撮影所ではキネマカラー作品とは別に小林喜三郎は浅草の映画館大正館と契約を結び、1914年6月から旧劇映画の撮影が開始された。大正館はそれ以前は日活京都の旧劇映画を浅草で吹き切っていた。だが新しい会社天かすが東京で旧劇映画を制作することを知った大正館の主任弁士にして支配人の花井秀夫は、自分のイニシアティブをより直接的に行使できるような旧劇映画の制作体制を整えるべく、大正館の意向に沿った映画制作を天かすの東京ユニットに求めた。こうして月に2本程度の新作旧劇映画が日暮里の撮影所で撮影され、浅草の大正館で封切られていった。これらの映画の脚本は大部分が桂田編笠によって書かれた。桂田はこれ以前に日本橋の小劇場マサゴ座の座付き台本作家の仕事をしていたが、天かすの東京ユニットの開始と同時に映画脚本の執筆を始めた。日活京都の映画を
浅草で封切っていた大正館は、急激映画の人気が尾上松之助という映画スターによって維持されていることを熟知していた。花井秀夫は天活の急激映画においても松之助に対抗しているスターが必要であると感じたに違いない。こうして帝劇から沢村国之助、すなわち後の沢村四郎五郎を、そしてかつては初代市川左團次の門弟にとして修行を積み、当時は本郷座に出ていた市川円十郎の2名をリクルートし、1914年11月付で天活に首脳俳優の資格で入社させた。伝統と格式を重んじる歌舞伎界は、歌舞伎俳優の映画出演を基本的には禁じていたことが知られている。沢村国之助や市川円十郎のような名のある歌舞伎役者の門弟が映画に出演することには、大正の初期においてはまだ抵抗があったようだ。大正館としては、日活京都に対抗するためにも、すぐにも急激映画のヒーローを生み出したかったのかもしれないが、大正館がプロデュースする天活東京ユニットは、あまり表立っては俳優の名前を前面に出して映画を宣伝しなかった。このことは、日活京都派と天活東京派の違いをも形作っているように見える。それは、一人の突出した映画スターを作らず、俳優のチームとして映画役者のアンサンブルを作るという傾向である。京都では尾上松之助が常に急激映画の主役を張っていたのに対し、天活東京の急激映画では、例えば沢村四郎五郎は脇役に回ることもある。こうした演技のアンサンブルは、同時期のドイツにおけるマックス・ラインハルトの演劇のアンサンブルをも想起させる。一人のヒーローに主導されるのではない、芝居のある意味民主的な形がここにあるとも言える。実は尾上松之助型のヒーロー像を持つ映画スターは、同時代の世界映画の傾向を見てもむしろ稀であったと言ってもよい。尾上松之助の場合、彼は常に映画の中心に位置づけられ、常に映画の主役を演じた。日活京都派の形成した急激映画の物語類型は、向かうところ敵なしの主人公が物語的にはもちろん、映画のスクリーン上のイメージとしても常に中心にいるということだろう。これに対して、天活東京派の役者たちはアンサンブルという演じる主体の全体の部分として組み込まれる。物語は必ずしもヒーローが直線的に目的まで突き進むようには動かない。沢村国之助が沢村四郎五郎を襲名し、大正館がより意識的に日活京都派の急激映画の構造を模倣しようとした1916年の半ば以降も、単独でヒーローという一者を演じきり、自らの様式化された懸念によって映画のアクションを進める松之助の映画と、天活東京派が完全に同化したようには思えない。我々はここにユニークな一者としてのヒーロー像を常に演じた尾上松之助と、結局のところアンサンブルによって出来事を進行させる沢村四郎五郎の映画を対峙させることができるように思う。決して一者になることのない四郎五郎は、ここでは役柄がヒーローであっても、それは役柄であって、四郎五郎という俳優自らがヒーローになることはありえないということだ。容易にヒーローを生み出し得るように見える映画が、ここに俳優としてのアンチヒーロー像を形成していることは、はなはだ興味深い。急激の映画の中でも、尾上松之助が映画におけるヒーロー像の型を作り上げて以降、沢村四郎五郎のようにそれに対峙する存在を置こうとする天活東京派の試みは、部分的にはおそらく模倣というやり方で開始されたに違いない。だが、歌舞伎の本流という出自を持つ沢村四郎五郎の場合は、アンサンブルの一部分としての役割に常に意識的であったように思う。映画のフレーム内で彼らがどのように存在しているのか見比べてみよう。まず左の方から松之助の映像を見たいと思います。向かって左側にいるのが尾上松之助ということになります。続いて白五郎映画でございます。向かって右側 の立って、の後ろに、いるあの男が、白五郎ですね。これも向かって右側に白五郎が立っていますが、中央に来るのはあの市川円十郎です。松之助の特徴的な表情に対して白五郎の表情を過小評価すべきではない。だが、それはアンサンブルの内部で有効性を持つ表情のように見える。
例えば1917年にある観客は白五郎の表情を次のように読み取っている。ちょっと読み上げます。優は、天下九派の一大異彩である。面長の緩やかな肉付きの良い中勢のどことなく人の心を捉えて離さない印象のある人である。曇りを帯びたまなじりの細長い顔の長い顎の尖った、これが誰しも最初郷里に刻み込んでこの人の紛争なるを意識する感覚である。ある人のごとく強いて、ぶばることをしない。あくまでも自然にどこまでも自己に忠実に上品に芸を遂行する人だ。このようなことが観客によって語られております。ちょうどこの頃、大正館は天かす東京派の西遊記を封切っています。これは欧米の連続映画の形式を取り入れた日本映画の初期の試みで、とりわけ部分的にキネマカラーで撮影された映像を取り入れた意欲作でありました。天かす東京派では吉野次郎が監督を、枝増芳郎が撮影を担当していた。だがこのキネマカラーの部分に関しては玉井昇による撮影であったのだろう。枝正と吉野は外国映画にあった特徴的な映画撮影法を天かす東京派の作品にしばしば取り入れていることが指摘されている。例えば1917年の忍術三太郎では、ロシアの反彫刻者の映画から発想を得たトリック撮影が使われていたことが指摘されている。天かすは欧米の映画を数多く輸入し封切っており、天かすの封切時間においては天かすの急激と進化ばかりでなく、天かすが輸入した外国映画も同じプログラムの中に入れられていた。観客はそれらを同時に楽しんでいたのである。ここに見られるのが天かすの東京派の、オリジナルの可燃性ポジプリントです。ここに見られますように色がついておりますね。このように染色されたきれいな色お付きで映画は上映されておりました。天かす東京派の白五郎映画では、1916年に作られた天竺徳兵衛が全4巻中3巻分現存している。この作品の中でも典型的な急激の場面以外に外国趣味が散見されるので、アトランダムに編集された短い場面をいくつか見てみよう。ここには沢村白五郎のアンサンブルとしての演技や、従来の急激映画にはあまり見られない異国趣味のようなものが見られるように思う。尾上松之助映画の一者としてのヒーロー像がアルカイックな時代の急激映画の一つの型を作ったとするなら、白五郎の映画はこれに対するオルタナティブな急激映画の型を作ったと言えるかもしれない。それは私の考えでは漠然としてではあるが、女と海賊に見られるような松竹の新時代劇に受け継がれていると言えるのではないだろうか。もちろん女と海賊が制作されている頃、松竹蒲田ではすでに国活から移った沢村白五郎がアルカイックな急激映画を作り続けているために、この関係は連続的なものとは決しては言えないのではあるが、この時代の天かすですね、で監督をしていたのが吉野次郎で、左側にいるのが吉野次郎、それから右の写真は、後ろ向きで背中を見せているのが吉野次郎ということになります。これは天かすの日暮里スタジオで撮影中の場面です。要するに、一者としてのヒーローに依存しない急激映画、あるいは新しい時代の時代劇映画のことである。それからこれはですね、天かすに移ってからですね、国活に移ってからですね、天かすから国活に移りますけれども、左は国活での白五郎の映画、それから国活スタジオで撮影されたスナップ写真がありますけど、真ん中に向かって右側の写真ですけど、真ん中に座っているのが枝正義郎、カメラマンの枝正義郎です。で、実はこの先ほども言ったかもしれませんけれども、白五郎はもともとは女方として訓練を受けたわけですが、先ほども出てきました忍術三人太郎では本来の女方としての姿をこのように白五郎は披露しております。松之助型の映画がどのように次の時代の関係性を作ったかという点ですが、やはり間もなく剣劇映画と呼ばれるようになる一者としてのヒーローを中心とした時代劇ということになる。
坂東妻三郎や市川桃之助に始まるこの種の映画は、もちろん松之助の映画と連続した関係性を有したわけではないが、1920年代終わりから30年代初めにかけての時代劇のスタープロダクション設立の流行にまでつながっていくのだろう。さて、その後の沢村四郎五郎の足跡を簡単に追ってこのレクチャーを締めるくろう。1920年に天活が国活に買収されると、四郎五郎はそのまま国活の所属になり、数ヶ月間国活で急激映画を制作する。この間も彼の急激映画は天活時代同様、浅草の風切り館、大正館のイニシアティブで制作された。1920年の10月にこの大正館が松竹に買収されると、四郎五郎はそのまま松竹に移り、松竹蒲田スタジオの急激映画として彼の作品が制作されるようになる。これはもちろん、間もなく始まる松竹の新時代劇というコンセプトとは対立するアルカイックな急激映画の斬新ということになる。だが松竹蒲田の四郎五郎映画は観客には歓迎された。天活時代以来の彼のファンがそのまま彼の松竹作品に流れたからだろう。1923年9月の関東大震災により、松竹の蒲田ユニットは一時的に京都の下鴨に移り、四郎五郎映画もこの下鴨スタジオで撮影されることになるが、このスタジオでの映画制作を最後にして彼は映画出演から引退した。さて、この今見えています新聞記事でありますが、一番左側にあるものですけれども、これは松竹キネマから離れたところ時の記事なんですけれども、これは事実上この記事によると、四郎五郎自身がもう映画とはお別れして、舞台に戻ろうというふうに決めたというようなことを言っております。それからその隣の新聞記事ですけれども、これはその後の舞台での活躍のことが報じられていますが、この藤井と四郎五郎という記事を見てみますと、これは時和座での猿飛佐助の舞台なんですが、この記事を読みますと、四郎五郎が映画で培ったいわゆるこの映画的な懸念を聞かせたような演技をしていて大受けだったというようなことが書かれていますから、映画での体験というのがこういった彼の舞台にも生かされているんだということが、このような記事からも分かると思います。で、それからですね、この次のスライドですけれども、この左の新聞記事を見ますと、実は1928年の夏に四郎五郎は河合プロからもう一回映画に出てみないかという話がどうもあったようなんですね。ところが四郎五郎は当時17歳の娘さんがいたそうなんですけども、もうあなたの時代ではないというふうに娘さんに言われまして、その言葉にショックを受けたのかもしれませんけれども、やはり映画に帰ることはなかったという、そういう記事であります。京都から東京に戻った四郎五郎は舞台を活動の場とし、神田劇場や時和座などの舞台に立った。中でも映画での経験を生かした舞台演技は観客にも受けたようである。1929年からは花城一座に加わり、この一座が拠点とする花屋敷劇場に出演した。1932年8月27日、妻と共に寺に参拝し、お題目を唱えている最中に心臓発作を起こし死亡しました。その時の記事がこの右側に出ているものです。去年56歳というふうに出ていますね。はい、これでレクチャーを終わります。ありがとうございました。